タイムは、こんにちは。走りの学校、和田圭一です。粟田圭太です。さあ皆さん、粟田くんが出たということは今日何の回か分かりますでしょうか。そうです、粟田くんはもう走りのど素人だったんですが、この走りの学校の走り革命理論をコツコツとね、本当忙しい仕事の合間練習できる限りの練習をしてくれて、100日間でどれぐらい足が速くなるかっていう検証をやってるんですが、その今日はなんと測定日なんですよ。いやーちょっとね、本当どうなるのか、僕も不安と期待が入り混じってるんですが、今日はそんな中心強い仲間が来てくれています。走りの学校で足が速くなるためのトレーニングジムプログラムをオンラインスクールで提供してくれている鈴木先生です。よろしくお願いします。さあ決めました。よろしくお願いします。鈴木先生は走りの学校ではそのトレーニングジムのですねプログラムを開発してオンラインスクールに提供してくれています。今日最後鈴木先生に最終練習をさせてもらうんですが、蹴ることはありますか。まだ全力で走ってもらって、その後今までの成果を、ね、思いっきり出してもらえればそうですねいいんじゃないかと本当にこれ見てくださってるお父さん粟田くんは高校までは野球やってたんですが、それからも運動は全くやってないんですよ。ちょっと趣味で筋トレやってるなぐらいで、走るってことは全くやってない素人だったんですよね、うん、ちょっと過去の動画があるんで10分4分ぐらい7分ぐらい、まあ正確なタイムこう出る今日がこれが100日間でどれぐらい速くなってるのか。で目標が12秒99。動き出し測定ですね。粟田くんが動き出したらストップウォッチを押してゴールした時にタイムを押すっていう測定で、はい、前は14秒中盤だったのでそれが99に、かなりのタイムアップに、うん、タイムアップに。どう、いける？いやもう走り方が変わってるんで。変わってる変わってる。どれぐらい練習できたの。だって1日何時間働いて何時間練習してくれたの。から10時間ぐらい働いて、普通のサラリーマンで働いて帰ってきてから 4,5 時間編集して、で早く帰ってこれた日に練習行って、働きながらでもその編集しながらでもその中でできる限りの練習をね勝つなりとしてくれて、どこまで行ったか測定に臨んでいきたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。はい、粟田くん100日前測ったのは、はい、アスファルトだったんですよ。今日はちょっと向かい風が吹いている、はいはい、でなおかつ地面が濡れてるんですが陸上トラック、その有利不利でいうと陸上出身の杉先生としてはどうなんですか、はい、濡れてはいるんですけど、はい、タータン要はゴムなので、はい、うまく丁寧にしっかり足がついていけば反発を得られやすいのは僕がタータンの、なるほど、アスファルトよりも、なるほど、はい、この向かい風といってもどうなんですか、これ 1.5 兆ぐらいですか。吹いてきましたね。これって2メートルいきます。いや2メートルもいってないですよね。ないと思う。だからまあ公認記録というふうに公認記録にはなりますよね言えると思います。これちょっと検証してみると分かんないですが、プラマイで言ったら若干マイナス、若干マイナスぐらい。でも逆にこの状況で12秒99だったらもう確実ね、アスファルトでも行きますよね、はい、あ、なるほどなるほど、はい、前回無風だったんですよ。条件的にはすごい良くて、なるほど、ピンじゃないんで普通 のアップシューズなんで、陸上シューズだったらスタートも多分刺さると思うんですけど、これはやっぱ滑っちゃうんですよ。そう、雨の時の加速のアドバイスって、ね、言うと最初は早くというよりかは丁寧っていう感じで確実に一歩一歩乗せるっていう感じ、うんうん、トップスピードに乗ってくれば濡れててもあんまりそんなに気にならないので、そこをトップスピードに乗るまでを大事にした方がいいかもしれない、この状況だったら。例えば陸上始めたばかりの中学生とか小学生とか、雨の日どうすればいいのっていう質問とかも結構受けたりするんですよ、はい、でそういう選手は同じですよね。要はそうですね、最初とにかく多分スパイクの履いてても多分多少濡れても滑るので、雨の日で路面が濡れてるときはスタートを慌てないっていうところが一つ、早くよりも丁寧に丁寧にっていう意識の方がいい、加速してくる、はい、僕たちのそのオンラインスクール生って、はい、陸上コースと球技コースと小学生コースがいて、はいはい、ちょうどこれが3分の1ずつぐらいいらっしゃるんですよ、はいはい、例えばサッカーとかラグビーのフィールドでやっている雨の日のフィールドとかに何か注意点とかってあるんですか。基本的なスキル的な部分のところは変わらないとは思うんですが、はい、雨の日ほど丁寧にじゃないんですけど、雨が降って水分を含めば柔らかくはなるので、はいはいはい、早く動こうって思っちゃうとこねちゃう、はいはい、冷静に基本的なスキルは一緒でもそれをより丁寧にやる意識が雨の日とかの方が求められるかなっていう。なるほど。鈴木先生も要は切り返しの動きとかいろんなことをこう指導されていく中で、はい、よりそれを丁寧に行ってくれるということですね、はい、ありがとうございます、はい、ちょっと今思い出したんですが、
12秒99っていう設定タイムがなんで12秒99だったかっていうと、僕正直無理だなと思って、難しいことやるのかなと思ったら、どうやら僕がジャマイカに行って速くなったのが約90日間で 100m が1秒縮まってるんですね。で、粟田くんはマラソンで1秒縮まるんだったら、僕は10日間長いし 1.5 秒ぐらい縮まるだろうというのが粟田くんと勝成の中の見解だったということで、13秒切ればいいじゃんみたいな。はい、アウト君どうですか、この100日間。いや、正直しんどかったですね。しんどかったよね。やっぱり、でもやっていくとだんだん分かってくるんで、はい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 、和田さんがこの足首固めろって、あ、これかっていうのが分かってきた時に、こういうことかっていうのが少しずつ繋がってくると、じゃああれなんどういう意味だったんだろうみたいな、サイクリングって結局何が違うのっていうのを、これで自分動画撮ってみると、うん、うわーってなると、だんだんプレッシャーと楽しみがこのなんか喧嘩しちゃうんですよね。分かる。なんか、楽しいや、辛いわ、きついみたいな、分かんないみたいなしかも普通に大手町にサラリーマンで出勤して帰ってきて、ずっと動画作成してる、ほんと夜中中までやってたもんね。2、3時ぐらいは結構普通にやってた。で、皆さんこれ見てくださってる、週に1本ずつ出してる動画って、これほんと1週間中ずっとやってるんですよ。僕たちはその週に1回の動画のクオリティをどれだけ上げれるかっていうことをね、それをやりながらもまた初めての挑戦、この 100m でやっていくというところで、いきましょうか。 100m 測定、100日間でどれだけ足が速くなったのか、チャレンジです。頑張るぞ。13秒37です。粟田くんの100日チャレンジは失敗に終わりましたじゃあね、粟田くん今の気持ちはどうですか。残念でしかないあのパソコンを打ちながら練習のスケジュールを確保していた日々、いろんなねことが走馬灯にのに蘇ってきてると思うんですが、1秒は速くなってるの。でもダメだよ。1秒は速くなってますが、これも本当にオンラインスクール生からすごい応援のメッセージいただいて、いや僕もサラリーマンでやりながらこのオンラインスクール始めたんですが、粟田さんがと同じように100日チャレンジしてみますっていうお声をねですね、すごく多くいただいて、陸上やってる人からサッカー選手からです、いろんな人が粟田くん頑張れていただいたんですが、残念ながら13秒切ることができませんでした。しかしね、あと 3.7 秒、 0.37秒、これをですね、でも粟田くんこれ諦めないで挑戦してほしいです。いや、ちょっとこれ継続します。僕継続して、ただ実際に1秒早くなって、1秒はなってます、1秒はなってます。だから僕がジャマイカで縮めた1秒よりもタイム的には大きいあの縮まりをしてます。伸び盛りなんですが、鈴木さん今の走りを見て何が足りないですか。スピードに乗った時、まあ、これは難しいんですけど、やっぱこう足がこう後ろにスライドするようになったり、はい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 、そうするとフォームを保てなくなってくるってするので、多分そこの足の入れ替えるスピードが上がってきても足の入れ替えをしっかりできるスキルと、うん、あとスピードが上がった時に自分の姿勢をしっかり保つ、はい、その上半身の筋力とかです。なるほど。じゃあ粟田くんはここからちょっと視点を変えて、12秒って多分1個の山で、山、この13秒台切れるか切れないかで頑張ってる人って多分日本世界にいると思うんですよね。その人たちに向けたメッセージであり、これから粟田くんがどうやったらこの13秒00というタイムを切れるのかっていうところにフォーカスを向けて、橋の学校先生いるんで、専門家が、その専門家の人たちのアドバイスをもらって、どうやったら速くなるのかっていうのを実際にやって、それを見ていただければと思います。和田さんと勝成で練習してる時に、後半60メートルぐらいからヒューって置いて帰るのに行った時に、見た目的にみんながどんどん加速してってるみたいな、だから加速しないといけないのかなと思ってやってる、血が言ってみれば動かなくなってくるんですよね。あとなんか自分がどんどんスローモーションになっていく感じがして、これって陸上やってる方は分かると思うんですが、 100m って実は最高速度が訪れてから最後減速するっていう区間があるんですね。最初スタートして速度がどんどん上がっていったら、だいたい 40m から 60m ぐらいでこれがトップに行くんですよ。
その後っていうのはこう落ちていくわけなんですよね。どれだけ減速してないかが 100m のタイムを出すにすごい重要なんですよね、鈴木先生。そうですね、タインボルト選手でさえ、はい、最後の 80m か 90m 近辺では減速をしているはずなんですよ。ね、でも加速しているように見えるのはトップスピードが高かったり、はい、加速してる時間が長い、はい、加速し続けられるっていうのがあると、はいはいはい。これボルトさんがテレビで桐生選手、日本の桐生選手にアドバイスをねしていたニュースみたいのがあったと思うんですけど、最高速度を迎えたらもうとにかくそれ以上加速しようとするなと、それ以上加速はできないから、それは誰であってもできないから、そこから加速しようとしちゃダメだっていうアドバイスがあったんですが、あまた君は後半にすごいグーって置いてかれるんで、そこから加速しようとしたんですよね。でそういう多分陸上部の中学生高校生の選手もすごい多いと思うんですが、その対策とした練習も今後取り組んでいった方がいいかもしれないね。俺もだから本当9秒台とか10秒台前半の選手走ると、 60m 以降どんどんこう離れていく時もやっぱそれで自分のフォームをどれだけ保てるかっていうのがすごいポイントになるということなので、ぜひじゃこれからそれを改善するようなメニューも紹介していくんでよろしくお願いします。時間的に大丈夫ですか？時間は大丈夫なの？ちょっとで、ちょっとちょっとちょっとだけ試しにもう一回やってみよう。あれもう一回やってみたいっていう、あ、そうなの、番外編というか、あわた君今度こっちから走ってみない？追い風で走ってみよう。ちょっとあの追い風が結構強かったんで、はいはい、試しに逆で走ってみたらどうなのか、ああ、どれぐらい風で違うのかっていうところ、なるほど、これ多分検証的に面白い検証が出るのかなと思います。1本目は向かい風だったんですよね。で今逆から走ったら13秒15です。わ13秒15ですが、追い風どんぐらいですか？これ結構強いですよ、ね、2メートルちょっとあるかないか、あれでも2メートル以下だったら追い風3キロにならないですもんね。ならない。4メートルとか吹いてるかって言ったらそんな吹いてないですから、木とか見ていただければ分かると思うんですけど、感覚的には2メートル公認5人ギリギリぐらいな感じしますよね。そうです。なので多分最初上がった時は向かい風1から2メートルぐらい、2回目上がった時は追い風1から2メートルぐらいで、タイムが 0.2 秒違う。そんなに変わる？多分ね、もっと本当は変わると思います。まあ1メートル吹いたら 0.1 秒違うとかってまあ一つ目安言われるんですが、やっぱそれって陸上選手って向かい風の走り方とか追い風の走り方ってやっぱ研究してる人はそれぐらい変わりますが、素人はなかなか変わらないと。そこまでで、多分疲労してることも、もしかしたら一発目から追い風で走ったらやめてください、それやんの忘れた。そうだ、それ俺がちゃんと風読んで向こうからスタートにしたらよかったんだよね。それだったらもしかしたら言ってた可能性はあるかもしれない。ただね、ただそんな言い訳ですから、挑戦は続くということで。そっか、うわー、また1本目から動いたので切ったかもしれないですけど、このぐらいだったらこんにちは、走りの学校和田健一です。ついに2020年10月1日より和田健一走りの学校オンラインスクールを開講することになりました。このオンラインスクールは小学生でも球技系アスリートでも陸上選手でも全ての人に有益なオンラインスクールになっています。ご興味のある方は2020年9月よりですね、走りの学校の無料フェイスブックグループの方で募集要項を出させていただきますので、まずは無料グループの方にご入学ください。よろしくお願いします。楽しみにしていてください。